東野でございます。本日の動画はですね、縦のライン、まあもっと言うとまっすぐをもっと分かりやすくならないのっていうところで、考えてみました。それではどうぞ。はい、ということで、結構前になるのかな、動画でこう肘開いててもまっすぐ取れるよとか、内側でもまっすぐ取れるよっていう、まあそれってね、まっすぐってこう結局こう縦のラインだったりもすると思うので、それを分かりやすくなるものを、探しました。一生懸命探しました。一生懸命探しました。そしたらね、言ってましたよ、そんなあるんかないかで言うたら分からへんけど、あるんちゃうかということで、一生懸命探したらありました。ということで、何を使うかというと、ダンとクリップでございます。クリップです。はい、普通のクリップでございます。それから、ダン、これはもう計算に計算を重ねたですね、ダンボールの切れ端でございます。はい、で、これをですね、どうするかというと、ババババババンバンバンと、フィットシャフトのスリムでございます。はい、はい、ここ重要です。スリムでございます。重要でございます。で、フィットフライト、これ白にしてるのは特に理由はないんですけど、まあ細いのはちょっと分かりやすくするために、フィットフライトプロの2番を今回使用します。で、ババババババンと、で使うダーツは、ファルザのアバンティでございます。45mm の 6.8 ですね、なんですけど、見てもらったら分かるように、これカメラ合ってる？で、見てもらったら分かるように、ストレートではないですね、実は。ゆるくこう、テーパーかあるかがこうかかってて、ストレート使ってる人でも使いやすい。で、ストレート行きたいけど、ちょっと、不安が残るな、みたいな、人にも扱いやすい。ゆるくこう、トルピードに、形状になってて、まあ、カットが全体に入ってるのがいいですよね。同じ感覚を持とうと思うと、こう、ある程度同じようにカットが入れてくれてる方が感覚的にはいいんじゃないかなというところで、ハローズさんのダーツを使いまして、フィットフライトを使いまして、進めていくんですけども、で、ここで出てくるのが、さっき出しましたクリップでございます。クリップ。そうですね。細いところで、ね、挟むんですね。もうこれだけです。で、この細いやつに挟んだクリップの上に、真上にできるだけこれを今度挟むんですね。これで完成です。はい、皆様、こちらですね、まっすぐが分かる秘密の道具、クリップとダンボールでございます。なんとお値段据え置きで333円でございます。そうです。特に売ってないので自分で作ってください。で、これをどうするかっていうとですね、これでも大体分かるんですよね。これこう回すじゃないですか、上向くんですよ。回すじゃないですか、上向くんですよ。クリップのこの重さで上向くんですよ。ということで、これ真上を向くので大体ですけども、はい、こっちに例えばこう分かりやすい、これ斜めの方が分かりやすいかな、肘をグッと開いても上に向きます。こっち向いても上向きます。わかります？まあ、大体ですよ。そんなもうきっちりはあれですけどね。はい、だからまああとは視界的なところで、こうやってもまあ上向くし、こうやっても上向くし、これどこまで行っても上向くし、上向きます、これ。上向くんですね。はい、なのでこれを使ってですね、自分のまっすぐ、まあ、縦のラインってどこなんだっていう時にですね、こう例えば肘が開いてても、これ見えるのかな、これまっすぐこう向くんですね。で、こっからまあベースとしてこう肘開いてるけど、自分は結局この腕のラインをまっすぐしたいから体傾けるんだって言っても、これ上向くんですね。わかりますか、大体ですよ。はい、で例えば僕みたいにやや肘内側に入る人、まっすぐだとこのままだけど内側に入る人も上向くんですね。じゃあこの上向くこのラインを使って、見にくいな、これ分かるんかな、この上向くこのラインを使ってまっすぐ飛ばすイメージをつけていく。今カメラがですね、ブルの真下に来てるんですけど、しっかり投げてみたいと思いますね。はい、じゃあちょっと肘開いたらですね、このさっきのこの棒、この段ボールの切れ端をまっすぐ動かすことで、まっすぐイメージができるかなと。実際は、このまま先投げたら感じだよと、
実際はこのまままっすぐ投げただけだとこの重さとかでぐちゃぐちゃって飛んでいくんで、まあイメージはあくまでつけるためで、あとはその、抜き線、僕はよく抜き線って言うんですけど、こうやって持ってまして、例えばですよ、矢が抜けていくポイント、ここですね、わかりますか、指が開きやすいポイント、ここですね、こことのバランスは多少いるんじゃないかなと思うんです。で、前の動画でも言ってますけど、開くこと自体がそんなに悪いことでもなければ、矢をまっすぐっていうイメージを常に持っとくっていうしんどさもあるでしょうから、自分のね、いいまっすぐを見つけながら、大体目安としてこういうものを発見したので、使ってみてはどうかというところでございました。なんかね、あんまりこれにこだわってこれがこうでこうでこうでってなるよりは、まあ多少肘が開いててもまっすぐなってなくても体が歪んでても、ボードに対しては、このブランボールがねまっすぐ行くんだなみたいな目安として使えるといいかなと思ってみたりします。で、見てる企業の皆様、ダーツ関係の皆様、よければですね、これをですね商品化してみてはいかがでしょうか。商品化した暁にはですね、アイデア料としてですね、売上の 10% を東田の方にお振り込みいただければと思います。まあ冗談はさておき、まあそんな感じでこういうちょっとした遊びも含めながらね、見つけてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上です。またお会いしましょう。